こんばんは。お月一みんな、お月一お久しぶり、加藤さつきです。いやどうしよう、テロップは月一皆さん、お月一翔平です。いらっしゃい。エスケープデート12研究生の加藤さつきです。お月一みんな、お月一お久しぶりです。すいません。はい、お月一2日と6日公演行きます。おお、待ってます。明日じゃん、待ってます。お月一、お月一赤いね。そうだよ、今日は赤いの、私赤いです。お月一みんな、お月一、お月一、お月一、腕時計はつけてない。お月一、お月一、お久しきち、きち、あ、そう、そうだよ、さあちゃんだけども、さつきちって言われてるので、さつきちです。あテンション高い。お月一、お月一、お久しきち、お、さつきち大富豪カードゲットしました。私もガチャだけ引いた。ね、多分どこかで登場するので、したら皆さん、あのじゃんじゃこ対戦してください。じゃんじゃこ引いてください。そう、さつきもめちゃくちゃねガチャ引いたんです。大富豪、あ、歌唱力お疲れ様でした、お疲れ様でした。そう、見に来てくれた方ありがとうございました。ペコペコって感じで、あとなんか言うことあるっけ。あ、オンライン特会よろしくお願いします。あとなんだっけ。あー今日ブログです。はい、お久しぶり。そうです、めちゃくちゃお久しぶりだよ。そう、ちょっとねあれなんです、歌唱力の練習あったと、ちょっと歌唱力の後ね、さつきちがねちょっと体調崩しておりまして、お久しぶりでございます。そう、さつちゃんこんばんは。今日大富豪で出会えて驚いた。お、大富豪どっかでね多分さすいますので、口がハートの人こんばんは。そうです、口がハートの人です。こんばんは、こんばんはです。皆さん、お月一、そう、大富豪だからお月一って言ってたね。そうだよ、皆さんぜひねボイスをお聞きください。もうあれ撮るのめっちゃめっちゃねちょっと恥ずかしかったけどね、楽しかったです。はい、そうだよ、テンション高いよ、さすきなんか今日。そう、お月一言うてました。お月一って言って、お月一立川で見ていられるさすき。そう、皆様こんにちは、さすきちです。さすき可愛すぎる、ありがとう、あんたありがとう。大富豪、大富豪、そう、皆さんバン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 、そう、もうね、そう、もう引いたのしたらもうね、ハナナンすんごい出る。ハナナンめちゃくちゃ出た。ハナナンとサータンしか出ん。ミヤビームとかほんとノーマル見たか 見てないかぐらい。ココハン一番上のやつなんだっけ、スーパーウルトラレアみたいな、なんか虹色のやつ、それが出たのがココハン。でも自分も出ました。ココミも出たかな。でもめっちゃハナナン出た。ウルトラレアもハナナン3つ2つぐらい出ました。そう、ハタありがとう。そう、ここは風邪ひいてました。私こんばんは、こんばんは。北海道楽しかった、めっちゃ楽しかったです。そう、北海道はねちょっといろんなことがあったんですけどね、もうほんと楽しかったですね。もういっぱい楽しいお話あるよ、北海道。ぴょんぴょん、そう、ハタありがとう。よいしょ、ちょっと待ってね、久しぶり配信です。そうです、皆さんこんにちは。今日体操服赤だけ体操服、あれも体操服じゃないから、体操服じゃない。あ、靴ありがとうございます、届きました。そう、体操服じゃないの、あれもめっちゃ体操服、あそこだけだと体操服に見えるけど。スキッチ、スキッチハートありがとう。スキッチ、そう、ハートありがとう。大富豪のルールはわかる、だってさつきちょっとねやってたんですよ。だけど大富豪もともとやってて、
全然強くなかったけど、そうやってました。でもあれ結構アシストしてくれるから、ピョンピョンピョンってそう、もうなんとかだよとか縛りとか言ってくれるので、にゃーって言ってました。あれで10連ね、そう10連引くのね、大変だよね。そう大変でした。これなんていうの、スペシャル SEC カードはなんていうんだ、スペシャル、わかんない。タヌッピはオーディションの時です。そう、今日はメイクバッチリですね。そうです、いつもと違います。こんばんは。今日はちょっとかっこいい感じです。ヤギラ立てた人、はいはい、おんぱありがとう。そう、9月発売です、エール雑誌。そうです、あ、そうだ、発売されます、9月30日です。ちょっと X あげると思うので、ぜひそちらを見てください。撮りました、4人で、ミヤビーム、ミユちゃん、サツキチ、コッちゃんで撮りましたので、撮影めっちゃ楽しかった、めっちゃ笑いました。ぜひゲットしてください。はい、ライフゴーサツキ喋ってきた、面白い、面白いって何、面白くない。そう、でもね、サツキもあれね、撮るのめっちゃ楽しかったけど恥ずかしかった。なんか結構ね、そう、どれ何言おうかなみたいなあるんだよ。でまあこれにしようかなみたいな、でしたらもう恥ずかしかったけど頑張りました、頑張りました、頑張りました、頑張りましたそう、ぜひお聞きください、大富豪にて。ハットありがとう、つきちおつきちん、つきちん、オレンジジュースで体調、もう大丈夫、もう大丈夫だよ、もう元気100倍って感じ。オレンジジュースで体調良くなった、そう良くなった、そう、もう全然大丈夫です、回復しました。ハットありがとう、涼しく過ごしてな、ありがとう、つきちおつきちん、おつきちん、こんばんは、こんばんは、おつきちん、お疲れ様、久しぶり久しぶり、あたりがとう、歌唱力可愛かったね、なのにすごい動画だったありがとうございます、ありがとうございました。そう、もうね、そうです、楽しかったです、私も来ていただいた方ね、ありがとうございました、本当に。お月ちお月ちあたりがとう、夏休みだから、そうだよ、夏休み、夏休みです、もうね、もう8月でしょ、8月始まっちゃったよ、みんな頑張ろうね、8月も、8月も頑張りましょう。あたりがとう、サチボイス可愛いの結構聞く、をぜひ聞いてください、聞いて聞いて、元気でサチチ見れて安心した、ありがとう、そうもう元気です、ありがとう、あたりがとう、かわいい、ありがとう、ハートありがとう、大富豪カードコンプリートしたの、素晴らしいね、素晴らしい、サツキはまだ自分のカードコンプリートできてないよ、コンプリートできてない、私自分のカードだって出ないんだもん、自分もう花のいっぱい出たんだもん、ココミンもなんか一番いいやつだった気がする、そう、もう全然出ない、全然出なかった、もう花なんしか出ない花なんだったらなんて言うんだ、そう、ハートありがとう、スイッチ、おお、サツキチのこれなんて読んだ、 SEC スーパースーパー、おお、なんかパフェみたいなやつ、ありがとうございます、ハートありがとう、よいしょ、おいしさおいしさ、よいしょ、おっぱありがとう、会社のおいしそうだった、おいしそうだったでしょ、そう、めっちゃ楽しみました。初飛行機はサツキは 2個目です、一回韓国行きました、でもあんま覚えてないけど、そのサータンとミヤビームとサツキでその乗ってたんですよ、飛行機したら、その横二人初飛行機だったんだけど、サツキだけ2個目で、サツキが一番怖がってたいやーって言って、ガタガタって言う時、いやーって言ってビームがパスポートいるかと信じ込んでるから
そう、それその K2 の先輩にね、2、3回ね聞かれた、パスポートいるんだよって言って、そう、え、もう知ってますって言って、騙されないですって言って、さすきもね、ママにね、パスポートいるって言ったらね、バカじゃないのって言われました。涼しい？でもなんかわかんないけど空気抵抗が少ないなと思った。多分湿気が全然違う気がするですね。よいしょ。クソラジオが、そう、ありがとう。そう、学校とかね、レッスンに入っていこうと思います。ありがとうございました。そう、大富豪対戦したら負けるね。いやいや、ちょっと本気でね。いや、でもさつき多分めっちゃ弱いよ。ぜひね、お願いします。おつきちおつきち、ゲームやってて自分が喋ったの恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしいよ、自分の声ってさ、なんか自分で聞くと変な感じがするじゃん。なんか恥ずかしいよ、恥ずかしいです。でもなんかもう、あーってなるから、もう変えたいです、変えたいよ、設定あーってなっちゃう。自分の声があんま、そう、あれなのでね、なんかあーってなります。さつきちに出せるカードがない、出せるカードがないよってそう言われて悲しい。頑張れ、出せるカードがあるように、頑張れ。そう、シークレットなんだ、シークレットカードっていうこと？はい、そういうこと？すごい、シークレット初めて聞いた。なんかさ、結構さ、私もゲームとかだけど、シークレット初めて知った。なんかスーパーレアとかさ、ウルトラレアとか、スーパーウルトラレアとかはあるじゃん。初めて聞いた。こんばんは、こんばんは。縛り好きなの分かんない。なんか階段とかあるよね。うん、1000回取れました。お、ありがとうございます。待ってます、待ってます。お月ち、お月ち、まあまあ、農業グッズ届いた？あ、そう、ゲットした方はぜひね、うちわを見せてください、さつきに。ありがとう。おつきち、おつきち、お花ありがとう、マイクありがとう、またありがとう、マイクありがとう。おつきち、おつきち、名古屋はね、暑い、暑いよね、みんな、みんな暑いよね、名古屋暑いです。もうね、蒸し暑いね。なんかもう、わー、夏ーって感じがします。でもね、さつき、今年の夏は今のところ2回ぐらいね、美味しいかき氷食べれたのでね、多分どっかで写真送ると思うけど、そう、ちょっと満喫してるなって感じがします。でもね、プールとか海とか行きたい。ボイスじっくり聞いてみよう。ぜひ聞いてみたら、聞いてみてください。ね、自分じゃちょっと恥ずかしいですけど。ミュービームの大富豪ボイスもさつきちの声ですか？階段。わかんない、ミュービームのボイス聞いてない。どんな感じなんだろうね、ミュービーム何選んだかわかんない。もしもしママってやつね。そう、でも最近ミュービームもしもしママってさつきの前でやってくれないの。そう、やってくれません、ミュービーム。そう、チラチラ。そう、でも明日もね、制服の目なので楽しみ。目、こんばんは、こんばんは。花なんと絆深まりけりって感じですよ。深まりけり、深まりけりけりでした。そうなの、そうなの。花なんとね、そう、ずっとね、一緒にいてね、仲良くなったよ、もっとね、母。そう、一緒にね、夜ご飯食べたりしたし、一緒に映画見てね、したよ。そう、仲が深まりました。 V、歌唱力、自分の中ではさつき優勝、ありがとう。そう、でも楽しんで歌えたのでよかったって感じです。宿題ある、うん、考えないようにする、見ざる、聞かざる、言わざる。頑張ります。そう、おつきち、おつきち、やっぱありがとう。おつきち、おつきち、あ、確か。なんか緊張した、緊張するよね。
そう、そりゃ緊張するよ。さつきも、もうリハの時から緊張してたもん。あつきち、あつきち、こんばんは、こんばんは。ありがとう、こんばんは、こんばんは。そう、カトゥーね、そう、花の出放題も、もうすんごい花だ。もうさつき花なのでデッキ作れそう。自分のボードいきる、そうなの？自分でキンセットしてると出ないジンクスあるらしいよ。知らなかった。出なかったよ。本当にね、さつき全然出なかった。でもちょっとね、皆さんの前で本人登場するかもしれない。そしたらさつきちだーって、そう、優しく戦ってください。ココミンも、ココミンは、何パ、60% ぐらいで出た。あんなのにね、もうね、120% ぐらい。もうずーっと出た。こんばんは、こんばんは。そう、東京行くと新幹線止まってたの。もう一回ね、長野に行って、で、北海道から帰ってきて、そう、で、また、その名古屋から長野行って、長野から東京行って、ってやってましたね。もう大変だった。でもみんな、ね、来れたみたいでよかったです。こんばんは、こんばんは。国内ですって。うん。サルちゃん、初飛行機からずっと飛行機の話しかしてくれない。楽しかったんかな、サータン。そうだよ、でもね、サータンと、サータンが誘ってくれてね、アーヤさんと、サータンとサツキとミヤビーブでね、アイス食べに行ってね、アーヤさんがね、そう、アイスクリームをね、ご馳走してくださったの。そう、でもサータン、サータン、サータンって言ってね、サータンとね、一緒にね、マリオカートしてね、寝たよ。マリオカートして、楽しみました。そう、サツキとミヤビームが、その、ニンテンドースイッチ持ってきてて、ミヤビームが、カセット持ってたから、こうやって、3人で、ベッドでコテコテコテやってて、やりました。ほんとすごかった。めっちゃかっこよかったよね。北海道行った方。パスポート入れます。うん。バイちゃん、こんばんは。あるメンバーに見て、お手紙作成中の僕です。おー、お手紙、お手紙。お手紙でもね、くれる方ありがとうございます。全部読ませていただいてます。ペコリペコリ。その通り、月パスポートならでは。そう。パスポートいるよって言って。そう、たくさん言われました。あんたありがとう。チトキツネと対決からしなかった。チトキツネね、鉢合わせなかったな。そう。でも意外と暑かった。意外と暑かったけど、涼しいなと思った。大富豪ね、一度アプリで実装しちゃったから、この際もう一回入れようかな。ね、ぜひね、12期生実施されたのでね。会いに来てください、12期生に。おつきち、おつきち。あんたありがとう。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ようやくの公式一応ね。そう、公式一応は本当だ、そうじゃん。ぜひフリフリしてください。お願いします。お月ち、お月ち、いつかね、タレちゃんのお手紙取れてたらいいなね。待ってます。ありがとう。待ってます。こんばんは。雑誌からね、ありがとう。ぜひ雑誌をゲットしてください。皆さん、またありがとう。こんばんは、こんばんは。言われ慣れてると思うけど、可愛すぎるね。キャッありがとうございます。そう、多分ね、X もあげると思うのでね、チェックよろしくお願いします。関東も今回名古屋だから暑いよね。暑い、暑いよ。もう夏は暑い。長島ね、もう長島のプール怖いもん。行ったことないけど、もう絶対私もう泳げないから溺れますね、絶対一回はね。 CBC ラジオ、あー、両腕やけど、痛そう。やけるよね。こんばんは、おつきち、おつきち、おつきち。毎回ありがとう。みーたんが着るさつきちのものは何のモノマネしたの、いたみえちゃんは。あー、怖い、あー、怖い、怖いよ。さつき、ボンジョール、ボンジョール、ボンジョール。一押しは自分にして、解体メンバーのカード画面ロックすれば、変えたメンバーの帽子で、そうなんだ。いいこと聞いちゃった。いいこと聞いちゃった。ハートありがとう。AKB グループの歌唱力、お疲れ様です。ありがとうございます。だるまさんありがとう。ハートありがとう。そう、皆さんありがとうございました。ナンバリング生写真、ね、届いたっぽいね。よかったよかった。紫ちゃんですね。ぜひありがとうございます。
大富豪の宮に劇団の子役みたいだと思うんだけど、あれが素なんだよね。まあ結構素だよね。ビームはね、そう、喋り方そう子役っぽいよね。サツキも結構言われるけど子役っぽいって。そうです、北海道羨ましいでしょ、羨ましいでしょ。こっちゃんともご飯一緒に食べてあげてください。食べるよ食べる。そう、こっちゃんもね、ね、今度みんな またみんなでねご飯食べに行けたらいいなと思います。お月ちお月ちみーちゃんも、そうみーちゃんも仲いいよね。花なみんな仲いい、ハートありがとう。そうでもね、結構12期みんな一緒にメイクしたりとかしててね、結構喋る、まんべんなく喋る。こうさつき、ハートありがとう。僕もガチャ引いたら花になった。そう、花がめっちゃ出た、本当に出た、すんごい出た。花菜推しの人、そう、さつきにこうやってパンパンって一礼ってすると花菜出るかもよ。本当にね、よかった。みーちゃんとここここはまさつきシークレット出た。こんばんは、こんばんは。北海道から一回愛知県帰るハード、もうすんごいハードでしたね。しょうがなかったけど、本当はね一日ね休めるはずだったんですけどね、しょうがなかったね。あれはだった飛行機、なんかさ、インスタグラムかなんかで飛行機見に行ってたよね。かわいいって思って見てました。かわいいと思って出ました、ストーリーとか。札幌でも一人で、札幌はもうミヤベビムが一人で寝れないでしょ、皆さんお尻の通りね。だからもうマネージャーさんが気を利かしてくれて、二人部屋だったんです北海道。もうね、でもやっと一人一つベッドで寝れました。やっとでした、やっと本当に。そう、二人部屋で睡眠いたしました、ぐっすり。でもね、朝はね寒いなって思ったの。おんばりがとう。さつきちゃん歌うときは大人になるね。そうだよ、大人になります。こんばんは、こんばんは。そうだ、ほんと楽しかったけど、めちゃくちゃ緊張した歌唱力、本当にもうドキドキバクバクって感じでした。ハートありがとう。今納涼グッズ、お、今昨日、明日の公園に可愛いうちわ持ってきますね。お、明日待ってます。そう、ちょっとねメールの配信ね、あんま確認できてないんだけどね、多分どっかで全部読むのでね。ありがとう、ハートありがとう。お土地、土地、そう、なんだっけ、マイクありがとう。長島のプールはスライド、もうスライドは無理だよ、鼻に水入るもん、嫌だもん、嫌だもん、そう、本当に嫌だ、嫌だ、嫌だ。だってさ、スライダーさ、いつ落ちるか分かんないから、こうやって鼻クッてできないじゃん。スライダー怖い、スライダーどんだけ対策しても鼻に水入るもん、怖いです。でもあれ、あの、自分自身が落ちてかないやつならいけるかなとか思ったり、あのでっかいさ浮き輪みたいなやつ4人ぐらい乗ってさ、うわーってなるやつ、いやあれの方が怖いのかな。誰か経験したことありますか。こんばんは、こんばんは。わちちわちちわちち、長島のプール浮き輪に乗って流れてればいいよ。お、そう、でもさ、流れるプールたまにすごいの来るんでしょ、長島のプール。どうしよう、溺れちゃうよ。よいしょよいしょ、初見です、いらっしゃい。 SF テート12緊急生の加藤さつきです。お月ち、お月ち、隠れさつき調子です、隠れてる。ありがとうございます、隠れさつき調子さん、こんにちは。あと、ありがとう。お月ち、お月ち、ベナットありがとう。こんばんは、こんばんは、ハートありがとう。はじめまして、はじめまして、ありがとう。こんばんは。みーた、みーちゃん、みーちゃんってモノマネしてみーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、そう、みーちゃん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 ってやつかな。お月ち、お月ち、やっと二人、そう、やっと二人部屋になりました。そうだよ、本当にやっとだよ。もういつもシングルのベッドを二人で寝てました。はあ、やっとでした。ありがとう。
夏休みのプールの思い出、プールの思い出、なんかおじいちゃん家の方にプールがあるんですよ。そのおじいちゃん家の方のそのプールってかなんて言うんだろう、公共プールみたいなあって、それが普通にこの円形になってるやつと、このね流れるプールみたいな、あと本当に競技用みたいな深いプールと、パチャパチャーみたいなやつとスライダーがあるんですけど、スライダーは本当に嫌すぎて過去2回しか乗ったことないの。どっちとも鼻に水が入ってってなって、でその1回ね、さつき本当にギリギリまで泳げるようになったことがあったんです。そのビート板持ってて、おじいちゃんがこうやってビート板先持っててくれて、こうやってパシャパシャってやってて、その深い方の競技用のやつでパシャパシャパシャってやってたの。したらさ、いつの間にかおじいちゃんがさ、さつきの体とさビート板離してて、さつき泳いでたの。でもその瞬間に気づいた瞬間さ、ボク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 って沈んでってさ、そのまま溺れそうになりました。おじいちゃんが持ち上げてくれなかったら、さつきはプールの底だった。本当にもうあれトラウマです、怖いです。まあ、そっから水苦手、もう鼻で水入るとさ、キャホキャホってなるから。朝寒かったら例の方と二人部屋に変わったからですか。本当はミヤビームはいなかった。でも寒かった、北海道朝。鼻つまんでもなんかタイミングよくできないの、なんかあぶびびびってなっちゃう。歌唱力よく頑張ったね、ありがとう、ありがとう。みんな歌唱力、緊張してたらめっちゃ堂々としてたよ、ありがとう。緊張してました、ありがとう。歌唱力まさかの4列目だったのさ、水中奥見た、はあ、ありがとう、よかった。めっちゃ前だね、4列目って。うーん、怖いよ。日曜日サイン楽しみにしてる、ぜひね。チックショー、さつきチックショー、ほんといつやった、なんかあれでしょ、28時間、いつやったんだろう。さつきはね、さつきはね、みゆちゃん、みゆちゃんの真似しよう。じゃあ私は、みゆちゃん何々借りていい？ダメ、いいよ。っていう、これみゆちゃんの鉄板ネタだからね。ダメ、いいよ。なんかね、そう、ここなんかのさ、あの MC の時にもみゆちゃん言われてた、なんかよくわからない嘘をつくって。マイクありがとう。9月の幕張はね、シングルで一緒に寝るかもしんない。お月ちお月ちハートありがとう、こんばんは。夜中には気づいちゃいけないことがいっぱいあるね。そうだよ、本当にもうトラウマです。もうだって沈んでこんなもん、どんあーと思って、ほんと怖かった。何歳ぐらいだったんだろうあれ。でも結構ちっちゃい時だった。もうそっから撮影を泳げないので、そのいとこの子たちとかと流れるプールで、その鬼ごっこみたいなのにしても、私は浮き輪でバタ足ですんごい逃げるって。そう、浮き輪で逃げます。撮影は歌唱力また難しい曲選んで尊敬。いやありがとうございます。声出すと沈むよ。そうなんだ。もうね、もう水苦手。そう、海、お父さんと二人で海行った時も、もうずっとパシャパシャパシャーって感じ。浮き輪が好きです、さつきは。浮き輪でプカプカが好きですね。と思います。そう、もうガチで泳げないから、ガチ泳ぎはしないです、さつきは。そう。かわいい、ありがとう、こんばんは。みーたん積んでる。腕時計ね、またどっかでするかな。歌唱力下手にいたけど気づいてくれて、あー、はい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 、あれだ、下手ってこっち側、右側だよね、右側かな、こっちかな、どっちだろう。そう、多分私も思ってる人だと思う。こうやってわーって言って、私がわーってやったかな。そう、みーたんここみん、嘘つきコンビ、そう、嘘つきコンビだよ。そう、いいよ、なんとか嘘っていう。かわいいよ。さつきちなると呼んでいいですか。ダメです。さつきち歌唱力
2階最前から応援してたよ。 ありがとう。そう皆さんね、そうね、そうサスキの前になったらね、ミドルシローに帰ってきてくださった方がたくさんいてね、ハッピーって感じでした。イエイイエイ、かわいい、ありがとう、お疲れ様。一途にできない、もう水に勝って。髪型かわいい、ありがとう。そうハートありがとう。サスキチもココア、あんまココアに怒られたことないけど、怒られたことあんまない多分。うん、でもココハンによくクソガキって言われるこれガキって、ね、そうそれぐらいです。ココハンはでもココハン優しいから。チチチチチチ、ナスカランファイトありがとう。海ね、海はなんかワカメみたいなのがいっぱいあった。ディジョー公演楽しめて、アンド折り込みを楽しそう。そうお見送り楽しい、楽しいよ。でもね、そうもうね、お見送りがね、ありがとうございました、ありがとうございましたって言ってね、ほんと楽しいの。お見送りをしてるときはお見送り終わった瞬間にここら辺が筋肉痛みたいになる、ここら辺がそう右側、わかった、わかりました、気づきました、ありがとうございます。ずっとありがとう。4時の朝いフール、まず水にね、水になれないとなれようって動画見るといいよ。もう私は諦めました、金の土でいいんです、もう浮き輪と友達です。沈むならそれを返した海底だ、もう海底のあれはあれです、さち潜っても上に行けないからダメ。そう本当ありがとう。よいしょ、歌唱力ちょうど真ん中の、はいはいはい、ありがとう。なんかね、ママとね、ママが見たって言ってたよ受験です、いらっしゃい、ありがとうございます。12研究生の加藤さつきです。こんばんは、こんばんは、さつきちん、ここはにママみたいな、ママみたいな、あるあるある。あのね、さつきがいつもねコーラとか CC でもバカ飲んでんの。でね、水分、その男子の水分補給とかにも CC レモンとか飲んでたら、あんたちゃんと水飲みなさいって言われました。そこに水飲んでます、ちゃんとさあんたもう水飲みなさいって言われる。お見送り楽しいよ。8月も可愛いです、ありがとう、ありがとう。さちちゃん、そのお気持ち証明するときの右腕あげるの面白いなって言われる、はいそう学校の癖かしら、ビート版ね、まあ私ビート版とも友達だけど、うん、なんです、あれです、浮き輪とビート版友達。結果発表の時ミドルシロサイでサツキちまってたけど、サツキち出てこなくてびっくりした。そうなんです、年齢制限の呪いがかかってました。そうだ、皆さんね、そう見えてました、2階席の方もね、あのこっちとかこっちとか ここら辺とかね、多分ね、いっぱいいた、ここら辺とここら辺にもいたな、多分。ありがとうございました。僕は撮影会右側のつ、うん、なんかね、見えました。ありがとうございます、皆さん。え、ママに見られて恥ずかしい。多分そうって言ってました。そう、ママも来てました。スキチョスキチ。そう、炭酸飲んでレッスン大丈夫だよ。ハートありがとう。じゃあね、男女読みしていこうと思います。てててーん、13位の方、ネズミちゃんありがとう。ネズミかな、わかんない、ネズミちゃんありがとう。あれ12位、あれネギみたいな方、ありがとうございます。11位はポメラニア、あポメラじゃない、チワワ、あチワワじゃない、トイプードルの女の子の方ありがとうございます。10位は白いクコマちゃん、ありがとうございます。9位ギャル猫さん、ありがとうございます。8位タレパンダさん、ありがとうございます。7位赤い T シャツの男の子の方、ありがとうございます。6位は女の子の方、ありがとうございます。ちょっとね、ごめんね、私目悪い。5位は緑の男の子の方、ありがとうございます。4位はその白い生き物の方ありがとうございます。3位はそのキャップ反対にかぶってる女の子の方、ありがとうございます。2位は紫紺色な上下の方、ありがとうございます。
1位キティちゃんの方ありがとうございます。おつきちおつきちおつきちみんなおつきちブログと X 見てね。寝れすぎだよね。あの時サスキ決勝言ってたらどうなったんだろうと思ってそうまた頑張ります。ありがとうみんな。オンライン特典会33枚目もね多分ねどっかでやる、直接ね会えるやつもね多分やると思うので、ぜひ皆さん会いに来てね。バイバーイ、おやすみ、グッバイ、シーユー、またまた。